会えて幸せだったよ。彼は本当ならもっと何もない場所で彼の期間は終了してたはずだが、初めて会えて嬉しいよ。俺とナイは話したことしかなかったからね。でも記事の森でナイと過ごしたカロクも今は俺の中にあるし、俺がカロクなんだよ。ナイ、古くて使えない服はもう着ないだろう。それと同じなんだよ。驚かしちゃったから。おいでナイ、ここまで。